どうもバイスシュバルス公式プレイヤーの松井五段です。今回はエクストラブースターリゼロから始める異世界生活氷結の絆に面白い動きをするカードがあるので紹介したいと思います。紹介するのはこの2枚、深まった絆エミリアと君のお父さんパックです。それでは実践に移っていきたいと思います。今回はクライマックスフェーズからやっていきますね。はい、まずはこちら2人の出会いを置きました。このクライマックスはですね、このパックのクライマックスコンボで参照されているクライマックスです。で、これが置かれた時にですね、パックはアタックした時に発動する自動能力を2つ得ます。で、この自動能力はですね、アタックした際に好きな順番で解決することができるんですけども、今回は先に控え室のキャラを1枚ストック置き場に置くよという能力を使います。で、今回はストックはもともと0枚だったので、この能力を先に使うことでストックを1枚支払ってトリガーステップに2回トリガーチェックするよっていう自動能力も解決することができるというふうになりました。これはもともとストックがある場合に先にトリガーチェックをするよっていう、1コスト払ってトリガーチェックするよっていう能力を使うこともできますので覚えておきましょう。ではですね、トリガーチェックに行きます。まず1回目、はい、こちらプールアイコンでした。まずプールアイコンの効果を使ってですからね、はい、その後に、パックの自動能力が発動しました。で、この自動能力は一度待機状態になりまして、一旦チェックタイミングまで解決を待ちます。では2回目のトリガーチェックですね。はい、キラキラ採掘エミリアが、トリガーチェックでめくれました。キラキラ採掘エミリアがめくれたので、後列にいるエミリアの自動能力が、1つずつ、合計で2回ですね、発動しております。で、これで、チェックタイミングの方に移ります。まずは後列にいるエミリアの自動能力1回目を解決します。トリガーしたのでストックの1枚目のカードを手札に戻します。本当はこれ相手に見せなくてもいいんですけども、今回分かりよく見せます。で、2回目、今度は、トリガーチェックでめくれたこのカードですね、結果的に、1回目にトリガーしたカードが手札に加わりました。で、その後に今度はパックの発動している自動能力ですね、控え室のカードを1枚手札に戻す能力を使いました。で、このようにですね、発動している自動能力はチェックタイミングに好きな順番で解決することができるというところも覚えておくと良いかと思います。はい、今回はこれで終了になります。チャンネル登録もよろしくお願いします。